俺の名前は矢崎俊介、医大生だ。マジで邪魔だな。車椅子でバスに乗るなよ。空気読めや。満員のバスの中から聞こえてきたとんでもない暴言に俺の心が凍りつく。その声は俺に向けられたものではなく、目の前の美女に向けられたものだ。第一志望のマンモス病院の採用面接日、バス停で困っていた車椅子の女性に声をかけて、こうして一緒のバスに乗った。この暴言が目の前の女性に届いていませんようにと祈りながら、一つ前の駅で降りた女性に別れを告げる。そして間もなく面接本番中のこと、あなたたちのような人物は、先ほど女性に向かって暴言を吐いた学生たちは、面接官から放たれた言葉に顔面蒼白となった。俺の名前は矢崎俊介。俺はかなりのお姉ちゃん子だった。元気でしっかりした姉のことが大好きだったのだが、ある日お姉ちゃんは部活の帰りに土手から足を滑らせて川に転落。幸い命に別状はなかったけれど、足をひどく骨折してしまった。医師は最善を尽くしてくれたが、完全に回復できず、姉は車椅子生活となってしまった。自由に歩き回れなくなった姉は日に日に元気を失っていった。そんな姉を元気づけるために、俺は車椅子を押していろいろなところへと姉を連れ出した。18歳になり自動車の免許が取れるようになると、即免許を取って貯めたバイト代で買った中古車にスロープをつけて、車椅子が簡単に乗り降りできるようにカスタムした。これで姉ちゃんともっといろいろなところに行けるよ。姉は自分用にカスタムされた車を見て感動して大泣きしてしまった。こんな素敵な弟を持って私は幸せ者よ。俊介のためにももっと前向きでいないとね。車に乗せていろいろなところへ連れて行ったおかげか、姉はみるみるうちに元気になっていった。今は車椅子生活を楽しむくらい心に余裕ができている。最近は手芸が趣味になったみたいだ。そして今年就活の俺に手作りのお守りをくれた。俊介ならきっと大丈夫、頑張って。ありがとう姉ちゃん。姉手作りのお守りを握りしめて、俺は第一志望のマンモス病院の最終面接へ向かった。乗り換えのバス停で降りると、その日は近くでイベントがあるらしく、イベントに向かう人でバス停はごった返していた。人混みの間を通り抜けながら、ふと視線を横に向けると、困った様子で周りを見回している車椅子の女性を見かけた。バス会社の社員さんがバスに乗るための補助でついてくれているけれど、女性の周りに連れらしい人はいない。あれではバスに乗れたとしても満員バスで女性が一人きりになってしまう。あの、どちらまで行かれますか？よければ俺バスの中でご一緒させてもらいます。勇気を出して声をかけると、社員さんも女性もほっとした顔を見せた。女性はよく見るととても美しい顔をしていた。そして髪は肩の上で切り揃えていて、とても艶がある。じゃあお願いしようかしら。はい。社員さんの手を借りつつ、バスの中の車椅子スペースに女性を連れていく。手すりに手が届く場所に車椅子を移動させて、しっかりとブレーキをかけた。手慣れているのね。ええ、俺の姉が車椅子でして。こんな弟さんがいて、お姉さんは幸せ者ね。羨ましいわ。ニコニコと笑顔で言われて、思わず照れてしまう。女性の降車駅は俺が降りる一つ前の駅なので、そこまで一緒に乗ることになった。辺りを見渡すと、同じ面接を受けるのだろうか、リクルートスーツを着た学生が何人か同じバスに乗っていた。その中にちらちらとこちらを見ている学生二人組がいる。そして俺と目が合ったかと思えば、顔を寄せ合って何やらひそひそと話し始めた。なんとなく嫌な感じがして学生たちから目をそらす。するとチッと大きな舌打ちが聞こえてきた。マジであいつ邪魔だな。車椅子でバスに乗るなよ。空気読めや。
一緒にいるあいつも何なの？いいことしてる自分アピールかよ。寒すぎだろ。俺らみたいに頭が良くない大学生はああいうところで点数を稼がないといけないんだろうね。明らかに俺と女性に向けられた言葉だ。俺はその言葉を聞き、にっこりと女性に笑いかけ、ごまかすようにこう言った。今日はいい天気ですね。どこかにお出かけですか？すると女性は苦笑いをこぼしてこう返す。私は大丈夫だから気にしないでいいわよ。自分の好きなことをやっててちょうだい。ありがとうございます。多分あの学生たちの声は女性に聞こえていたのだろう。女性を助けると意気込んでおきながら、こんなことになってしまい、がっくりと肩を落とす。しかしバスに乗っているこの時間に面接の最終確認をしておきたかったので、女性の言葉に甘えて病院の資料や面接用のテキストを取り出した。すると、あなたどこかで面接も受けるの？ええ、そうです。ちょっとその資料を見せてくれないかしら。女性に資料を渡すと、彼女は資料の隅の方を指さした。現院長のインタビューが記載されているページだ。彼が本当に大切にしているのがこの言葉よ。これをよく覚えておきなさい。はい、わかりました。その言葉はインタビューの中でさらっと触れている程度で、普通だったら読み流してしまうレベルだ。自分にできることを精一杯考えて全力で取り組む。女性の力強い言葉を受けて、それを何度も読み返して頭の中に入れる。そして女性の降車するバス停で車椅子を押して一緒に降りつつ、すぐにバスに戻った。あなたならきっとうまくいくわ。別れ際、女性は笑顔を向けてくれた。バスの扉が閉まり、ゆっくりと動き出す。しばらくの間、バスの窓から女性を見守っていると、彼女はカバンからスマホを取り出してどこかに連絡しているようだった。迎えの連絡だろうか。女性が無事に目的地までたどり着けますようにと祈りつつ、気持ちを整えた。そして2時間後、何の因果か先ほど俺たちに暴言を吐いてきた学生2人と一緒の面接グループになってしまった。2人は俺の方を見てニヤニヤと嫌な笑みを浮かべている。自己紹介で彼らがかなりの名門医科大学の生徒だと名乗った。誰でも名前を知っているような私立大学だ。一方の俺は彼らより偏差値の低い公立大学の医学部。自己紹介で俺の出身大学を聞いた彼らがわずかに笑ったような気がした。しかしそんなことはお構いなしに面接は進んでいく。名門大学の彼らは輝かしい学生時代と活動を話していき、面接官たちを魅了していた。そんな彼らに押されて、俺は自分の本領を発揮できないままだった。では最後の質問です。もう最後なのかと俺は心の中で密かに焦る。このままでは不採用になってしまうだろう。しかし面接官から放たれた言葉に、俺の落ち込みはどこかに吹き飛んでしまった。満員のバスで困っている人を見かけたら、あなたはどのように対処しますか？では矢崎さんからどうぞ。面接官がニコリと笑って俺に視線を向ける。2時間前にあった出来事を思い出しつつ、俺は口を開いた。勇気を出して困っている人に声をかけます。ふとその時、先ほどの女性が教えてくれた現院長のインタビューを思い出した。現院長のインタビューを拝見した際、自分にできることを精一杯考えて全力で取り組むという言葉を目にしました。私も自分にできることを精一杯考えて全力で取り組みたいと思っています。私にできることは何か。例えば満員のバスなら、きっと人混みの中にいるだけでも大変でしょうから、私が壁になってその人を守ります。迷わずそう答えると、面接官は笑みを深くした。ではそちらの君はどう対処しますか？面接官が名門大学の医学生に声をかける。彼は人付きのする笑みを浮かべながらこう答えた。私も同じく困っている人を助けます。
見て見ぬふりはできません。その人の降車したいバス停までついていきます。心からそう思っています、といった風な言い方だ。さっきは満員バスで困っている人を見て舌打ちしたくせにと思ったけれど、その場でそんなことは言えない。では隣の君は？はい、私も同じく困っている人を見たらお手伝いします。その方が嫌な思いをしないように配慮をしながら手助けをします。降車するバス停まで行き、降りるところまで見届けます。七瀬という彼も同じように見栄を張った様子でハキハキと答えた。しかし面接官は彼に向かって驚きの言葉を放った。ですがあなたたちは車椅子の女性に対して邪魔だと暴言を吐きましたよね。え？2時間前の話です。矢崎さんは実際に困っている人を助けましたが、あなたたちはそうではなかった。面接官の言葉に学生たちはうつむくことしかできない。俺も驚きに目を見開きながら面接官と学生たちを見た。先ほどの矢崎さんの言葉を覚えていますか？自分にできることを精一杯考えて全力で取り組む。これは院長が最も大切にしている考え方です。あなたたちにできることは困っている人に対して舌打ちをして暴言を吐くことなのですか？面接官に問い詰められた学生たちは今にも倒れそうなほど顔面蒼白になっている。あなたたちはこの病院にふさわしくありません。いくら輝かしい功績を持っていようと、困っている時に手を差し伸べられない人と一緒に働きたくありません。学生たちはそれ以上何も言えずうつむいてしまった。そしてそのまま面接は終了。あの面接官はなぜバスの中のことを知っていたのだろう。もしかしたら同じバスに乗っていたのでは。しかし今さら確認することもできず、俺にできるのは面接の合否結果を待つだけだった。そして数日後、俺の元に届いたのはあのマンモス病院からの採用通知だった。俊介ならやってくれるって思ってたわ。姉はそう言って大喜び。その日はお母さんと一緒に俺の好物をフルコースで作ってくれた。そして入社式の日、面接時の俺の疑問は入社式で全て明らかとなった。はじめまして皆さん、これから一緒に働く仲間としてどうぞ末永くよろしくお願いします。そう言って壇上でにっこりと笑う院長の隣についている秘書、それはあの時俺が助けた車椅子の女性だった。式の後、女性は院長秘書の中島亜美さんだと名乗る。顔は公表されていないけど、パンフレットの院長の言葉の中で名前だけは何度も目にしていた。まさかあの秘書の中島さんがあの女性だったとは。さらに驚いたのだが、入社式の後に社員の人に声をかけられ別室に案内されると、そこにはあの車椅子の女性ではなく中島さんがいた。中島さん、また会えたわね。あなたならきっと採用されると思っていたわ。どうやら彼女は院長の血がつながっていない娘らしいのだ。児童施設にいた時に院長が車椅子の彼女を引き取ったのだという。そしてその場で俺は中島さんからあの後のことの顛末をすべて教えてもらった。バスを降りた後、中島さんは面接担当者に連絡しバスで会ったことを説明。面接官はそれを知った上で俺たちを同じ面接グループにしたのだ。ちなみにあの学生2人はもちろん不採用。そうですか。その言葉を聞いて安堵の息をつく。あの2人がもし合格していたら同期になってしまうわけで、それはかなり嫌だなと思っていた。あなたには院長はとっても期待してるの。頑張ってちょうだいね。はい。思わぬ再会だったけれど、中島さんから時々葉っぱをかけてもらい、俺は元気よく返事をした。この病院で一生懸命働いてお金を貯めたら姉と一緒に旅行に行きたいと考えている。予定している旅館は完全バリアフリーで車椅子の姉も過ごしやすい宿だ。姉の喜ぶ顔を想像しつつ俺は仕事に励む。
働くのは大変なことも多いけれど、叶えたい夢があれば成し遂げられるのだ。そうしてしばらく経った時のことだった。俺は日勤で病院から出た。そこで歩道の段差にはまっている中島さんを見かけた。中島さん。俺は駆け寄った。中島さんがこちらを向いて助かったというような顔をしていた。俺は中島さんの車椅子を押す。段差にタイヤがはまっていたようで、車椅子に座ったままだと抜けることが難しそうな感じだった。ありがとう、助かったわ。そう言って中島さんはニコッと俺に向き合った。中島さんはどちらへ向かわれるのですか？私はこっち、バス停からバスに乗るのよ。そう言って中島さんが指した方向は俺の帰宅の道と同じ方向だった。同じですね。そう、じゃあ一緒に行きましょうか。俺は中島さんの隣を歩いた。彼女はどうも車通勤をしていないようだ。俺の勝手なイメージだが、院長の娘や息子となると車での送迎が当たり前だと思っていた。実際に俺の通っていた大学の医学部は医者の息子娘がたくさんいたが、その中には金銭感覚がすごい人や大学の送迎ですらも高級車だという人までいたものだ。こんなマンモス病院の院長の娘なのだから、車で通勤するのもおかしくはないと思う。しかし彼女はそうじゃなかった。俺がそんなことを考えていると脳内を読み取ったのか、彼女がクスッと笑う。車椅子なのだから送迎してもらえばいいのにと思った。俺はぎくりとする。そこまで思ってはいなかったが、お金持ちの娘さんだったらそういうのもありなのかなとは思っていたからだ。私はね、できないことが人よりも多い分、できることは全部やりたいと思っているの。そうなんですね。そう、だから他の社員と同じように、私は自分で運転できない分、公共交通機関で通勤してるのよ。他にも秘書だから優遇されていると思われたくないから、何でも処遇は一般の職員と同じようにしてもらっているの。俺は納得した。中島さんは26歳、有名な国立大学を卒業しているらしい。医師の道は難しかったが、その分医療現場を支える人になりたいと思い勉強して、一般入試でマンモス病院に入社したのだそうだ。私の父は幼い私を引き取ってくれて、たくさんよくしてくれたわ。だから私は父の役に立ちたいと思っているの。素敵ですね。お父様もきっと中島さんのような娘さんがいらっしゃって幸せだと思います。それから俺たちはバスに乗り、同じバス停で降りた。あの入社面接の時に乗車バス停が同じだったのだ。最寄り駅が同じでもおかしくはないと後で気づいたが、その時はそんな考えに行き着かず、これは運命だなんてドキドキした。俺は自然と中島さんに惹かれていった。中学高校と進学系の理系クラスにいた俺は、クラス40人のうち女子が6人というような男性の多いクラスで過ごした。そのため女性に免疫がない。他のクラスの女子とお付き合いしたことは何度かあったが、みんな勉強と私どっちが大事なのという具合にやきもちを焼くようになり、振られるということが多かった。俺はずっと姉のような人を助けたいという思いと、姉の足を治療してくれた主治医の先生のような人になりたいという思いから医者になることを志していたので、勉強第一で生きてきた。もちろん友人関係や彼女との時間も大事だけど、優先順位で言えば勉強が1位だったということは否定しない。でもだからといって彼女のことがどうでもよかったわけではない。俺は彼女との時間は短くても大事にしていたし、メールの頻度についても少ないともっと早く返事してよと言われたら少しは努力した。でも勉強中には携帯の電源は切っていたし、集中したかったのでメールは一切しなかった。でもそれは別に彼女のことがどうでもよかったわけではない。しかしなかなかそのあたりがこれまで付き合ってきた彼女には伝わらなかったようで、
俺は毎回振られた。大学生になると医大生という肩書きのせいか女性にモテるようになった。中身は何も変わっていないのに突然声をかけられるようになったので軽く人間不信になりそうだった。結局みんな俺の中身じゃなく肩書きやレッテルを見ているんだろうとか、医者の卵だからという黒い理由でみんな俺のことに関心があるのではないかとか、そういう目でどうしても見てしまうようになった。そんなだから大学時代には彼女はいなかった。そもそも他の医学部はどうか知らないが、俺の通っていた大学の医学部はものすごく忙しかったので恋愛をする時間がなかったという方が正しいかもしれない。そんなこんなで俺は数年ぶりに女性とお付き合いするようになったのだった。中島さんのことを意識するようになってから俺の職場生活は一変した。医局と院長室は同じフロアにあるので時々廊下を通る中島さんを見かけた。その度に俺は彼女を目で追うようになった。中島さんは今は少し髪が伸びて後ろで一つにまとめている髪がとても美しい。俺の幸せオーラは顔に出ているらしく、家に帰ると姉に言われた。俊介、最近イキイキしてるね。姉はニヤニヤしている。そんなことないよ。俺はごまかすが、姉にはバレバレらしい。でも私は嬉しいよ。これまでたくさん私のために自分の時間を使ってくれたから、これからは自分の幸せを追い求めてほしいな。姉ちゃん、私も自分の力で幸せを手に入れてみせるからさ。姉は最近近くの企業で働き始めた。これまで挑戦しなかった事務の仕事ということでいろいろと張り切っているようだった。俺が医者になって休みが不規則になったので、姉と休日が重なった時しかドライブに連れて行くことはできなくなったが、それでも姉はすごく喜んでくれる。でも最近は俺のことを気遣う発言が増えた。俊介、せっかくの休みなのにごめんね。行けない日は気にしないで断ってくれていいんだからね。そう言ってくれるのだが、俺も姉とのドライブは自分の生活の一部になっているので崩したくないということもあるし、純粋に楽しみでもあるのだ。彼女いない歴数年の俺にとって姉との交流は唯一の同年代の女性との交流だ。姉から入ってくる情報で知る流行も多い。どうしても不規則な生活になるから流行のファッションにも疎くなってしまうというと全国の医者に叱られるが、俺はとにかく流行に疎かった。そうして俺が病院に入社してから半年が過ぎた頃、俺の直属の上司である小坂先生が最近俺にきつく当たることが増えてきた。彼は俺より5歳くらい年上の男性医師だ。矢崎くん、コピーしてきて。はーい。最初は先輩の指示だからと従っていたが、よくよく考えれば医局事務員という人たちはたくさんいるわけで、その人たちは医者のサポートが仕事なのだから、俺ではなくその人たちにお願いするべきではと思うようになった。仕事の分担上も俺が彼らの仕事を奪うのは良くないだろう、そう思いながらも小坂先生の指示だからと思い、俺は仕方なく従っていた。矢崎くん、これホチキスで止めてね。今から会診でして。俺が時計を見やると小坂先生が大声で怒鳴る。俺の指示が聞こえんのか。俺が困っていると医局員の女性が近寄ってきてくれた。矢崎先生、ホチキス止めでしたら私がやっておきますから、先生は会診に行ってこられてください。あー、すみません。俺が小坂先生から手渡された書類の束を医局員の女性に渡そうとすると、矢崎にやれって言ってるんだ。突然小坂先生は書類の束を手で払いのけた。医局員の女性がキャッと短く悲鳴を上げる。その場には書類が散らばった。俺はその場にしゃがみ込んで書類を拾う。医局員の女性が手伝おうとすると、矢崎が拾え。小坂先生は俺のことをじろっと見てきた。医局員の女性はどうしようかと困った様子である。
気にしないで、仕事に戻って大丈夫ですから。俺が言うと、医局員の女性はペコッと頭を下げてこわごわと去っていった。おかげで俺は会心に10分遅れていくことになった。看護師長にこっぴどく叱られたが、小坂先生のせいでということもできずに、俺は困ってしまった。本当に若い人は時間にルーズなんだから。そう言われるのはすごく不本意だが、どうすることもできない。そんな日々が続いた。そして俺はある噂を耳にするようになった。どうやら小坂先生は中島先生に去年告白して振られているらしいのだ。それで最近中島さんとよく会話をする俺に嫉妬しているのだと俺は思い至る。そうは言っても、だからといって中島さんに失礼な態度を取るわけにもいかないし、そもそも中島さんとの交流は俺にとっての一番の楽しみなのだ。そして1年目の人事評価が行われようとしていた。しかし俺の直属の上司は小坂先生だ。どうなることやらと思っていたが、俺の人事評価は散々だったらしい。人事課長に呼ばれてしまった。矢崎先生、担当患者数が小坂先生の半分のようですけれど、どういうことですか？え？俺は驚いてしまった。さすがに入社して3ヶ月くらいは小坂先生の半分程度しか患者さんを見られない時もあった。経験がまだなかったので、サクサクと仕事を進めることができなかったからだ。でもそれ以降はほぼ同数の患者を見られるようになったと思っている。まだ仕事には慣れませんか？それとも他に悩みでもありますか？待ってください。俺は人事課長に言った。何かの間違いでは？いえ、カルテの担当医の欄をもとに抽出したデータから数を換算しているので間違いはないはずです。カルテですか？カルテは先生方がごく一部の事務員しか見ることができないので、特に担当医の欄となると事務員には編集権限がないので、間違いということはないと思いますよ。そんなはずはない。カルテの最終編集者ってわかりますか？そう俺が尋ねると、人事課長は怪訝そうな顔をした。システム課の職員に頼めばわかりそうですが。人事課長は明らかに断る理由を探しているようだ。俺がどうしたらいいものかと悩んでいると、背後から声がかかった。課長、いいじゃないですか。手間かもしれませんが、人事評価は大事なものでしょ。矢崎先生が嘘をついているようにも見えないですし。そうですね。中島さんは院長の娘であることをあまり人から意識されたくないと本人は言っているが、やはり周囲の人にとってそれは紛れもない事実で、彼女の一声で俺と人事課長、そしてなぜか中島さんはシステム課に行くことになった。小坂先生が担当されたとなっているカルテの最終編集者は小坂先生で、矢崎先生の担当分は矢崎先生になっています。やはりそうかと俺は思った。もともと俺が担当していた患者のカルテの担当者の部分を小坂先生が後から上書きして自分の名前に書き換えたのだ。俺はそう主張した。そうであれば小坂先生が上書きしていることになります。俺から見れば一目瞭然だった。しかし、いや、でも矢崎先生、小坂先生のカルテの最終編集者が小坂先生になっているのは自然なことですよ。ああ、そうか。そうなのだ。担当医小坂となっているカルテの最終編集者が小坂先生となっていることは自然なことで、第三者から見てそれがもともと担当医矢崎となっていたものを担当医小坂と上書きされたのか、元から担当医小坂になっていたのかは判別ができないのだ。だったら更新履歴は見られないんですか？俺は必死の思いだった。編集履歴が分かれば、もともと担当医矢崎になっていたかどうかが分かる。そう思ったのだが、そこまでの機能はないです。そんな一点張りだった。俺が肩を落としかけたその瞬間のことだった。私分かるかもしれないわ。え？中島さんが手を挙げていた。だってここの病院のカルテ管理システム作ったの私だもの。なんだって？
言ったでしょ、私は父の役に立ちたくて勉強したんだって。システム開発することで業務を効率化できると考えて、エンジニアとしてのスキルを身につけたのよ。それからは早かった。中島さんがシステムを解析するとすぐに分かったのだ。やっぱりこのカルテは最初に矢崎先生の ID で作成されていて、後日小坂先生の ID で上書きされているわ。これもこれもたくさんあるわよ。中島さんの手によって小坂先生の不正が発覚、上役に報告され、小坂先生は謹慎処分になった。そして謹慎期間中に自主退職をしたのだった。俺が中島さんに改めてお礼に行くと、彼女はさっぱりした顔で言った。電子カルテがシステム上は最終編集者しかわからないことを知っていて、小坂さんはあんなことをしたのね。こっちがシステム解析のプロだと知らずに。俺は頭を下げる。中島さん、ありがとうございました。中島さんがいなかったら俺はどうすることもできませんでした。神様は見ているのよ。矢崎先生は何も頭を下げることはないわ。当然のことをしたまでのことよ。彼女はからりと笑った。それから俺は彼女にお礼という名目で食事に誘った。バリアフリーのお店には姉と出かけるときもよく通っているので詳しい。俺がおしゃれなフレンチレストランを予約すると、中島さんは喜んでくれた。もちろん俺はノンアルコールだ。いつ呼び出しがかかってもいいようにお酒は飲まないようにしている。うちの病院は第一待機の先生、第二待機の先生と待機役が決められていて、緊急での患者対応が必要な時には待機役の先生に呼び出しがかかるようになっている。そのため待機の当番でない日は飲酒してもいいのだが、まだ新人の息を出ない立場なので、俺は一応何にでも対応できるようにしていた。それは中島さんも知っているので、俺がノンアルコールの飲み物でも何も言わなかった。それどころか彼女もノンアルコールで合わせてくれた。お酒を飲んだわけでもないのに顔がほてる。その理由は分かっている。俺は今日中島さんに告白をしようと決めていた。ただでさえ心身ともに忙しくしている俺だ。中島さんと食事なんて次いつ行けるかわからない。それだけではない、俺が中島さんのことを食事に誘う口実なんて、このチャンスを逃したら次いつ来るかわからない。俺はいついようかタイミングを見ていた。その時だった。中島さんが結びきれなかった髪の毛を耳にかけたのだ。その仕草に俺はドキッとする。そして気づけば言っていた。中島さん好きです。え？彼女はポカンとしていた。俺は言ってしまったと顔を伏せてしまう。返事を聞くのが怖い。もしも断られたらこの後とても気まずい。今後病院で会った時も気まずい。ドキドキと心臓が早く打つ。そして続けて、俺と付き合ってください。俺が顔を開けると彼女は目の前で微笑んでいた。その顔に俺はまたドキッとする。照れ隠しでまた下を向きたくなったが、こらえて彼女の目を見つめる。そして言った。中島さん、あなたに出会ってから俺の人生は変わりました。毎日出勤するのが楽しみなんです。俺の世界の中であなたはとても輝いています。俺と付き合ってください。俺は早口で、しかし全部の言葉で言った。彼女はしばらく俺の顔をじっと見つめていた。そして、はい、喜んで。彼女はにっこりと笑顔を向けてくれた。俺も緊張が解けてほっとする。それから半年の交際を経て、俺たちは結婚することになった。結婚式や披露宴はすべてバリアフリーだ。姉はすごく喜んでくれたし、披露宴では泣いているようだった。誰よりも祝福してくれたのは姉だった。おめでとう。ありがとう。姉が俺を抱きしめる。俺は中腰になって姉を抱きしめた。俊介は優しいから、いつも自分の時間を私に使ってくれて、だからこのまま私の世話しようと結婚しないんじゃないかと心配していたのよ。そうだったのか。
俺は姉の知らない一面を知った。あなたは優しいから。でもよかった。私はね、俊介の幸せが一番嬉しいのよ。本当におめでとう。亜美さんと末永くお幸せにね。姉の涙を見て俺も号泣した。姉ちゃんも幸せになってな。それから一年後、中島さん、亜美のお腹の中には新しい命が宿っていた。俺は父親になるのだ。これまで生きてきて、いろんな人と出会った。そして俺はたくさんの人にこれまで助けられてここまで来られたのだ。これからは少しでも誰かの役に立てるように、そして愛する妻、子供、そして父や母、姉たちを大事に守っていけるような、そんな大人であり続けたいと思っている。おしまい。今回のお話はいかがだったでしょうか。最後まで読んでいただきありがとうございました。ぜひ感想をコメント欄にて教えてください。少しでもいいなと思っていただけた方はチャンネル登録、評価よろしくお願いいたします。